皆さんこんにちは、砂熊です。今回は第2期夢見番地更新前の準備の様子をお届けしていきたいと思います。配信上ではお見せできていなかったチョコレートウナの変化についても準備をしながらお届けしていきたいなと思います。まずはお家のお部屋を作っていくところから始めていきたいと思います。最初に作っていくのはお家に入って右側のお部屋になります。実はこのお部屋は以前動画でアップした部屋くりのお部屋がとても気に入っているので、そこを再現しながら作っていきたいなと思っています。まずは壁紙からですね。この白いペイントウッドの壁、本当に可愛い。続いて床は青いペイントフローリングですね。この組み合わせがナチュラルヴィンテージっていう感じがして本当に好き。お部屋の広さがもともと動画で作っていたお部屋よりも狭くなってるので、ここからはアレンジを加えつつ進めていきたいと思います。まずはレースのラグを敷いていきます。鍵編みっぽい感じがナチュラル感を増してくれますね。続いてキャットタワーを飾ります。前の動画でも女の子が猫ちゃんを飼ってるお部屋というイメージで作っていったんですよね。続いて隣にはペットのベッドを飾っていきます。2つを組み合わせておくだけで一気に、あ、お家でペット飼っとるんやなっていうイメージが湧いてくる気がします。のんびりリラックスできそうなエリアが完成しました。そしたら次はこのエリアの右側にカントリーのベッドを飾っていきます。カントリーシリーズのデザインが好きすぎて前の動画とは違う家具なんですけど、今回は選抜しました。続いて角には木製クローゼットを飾っていきます。ホワイトにリメイクしたものですね。クローゼットの隣には木製チェストを飾ります。同じテイストの家具が2つ並ぶといい感じ。チェストの上にはベル付きアラームクロックのブルーを飾ります。なんか目覚まし時計って置くだけでおしゃれに見えるよね。そして時計の隣には木の実のランプのホワイトを飾ります。季節家具なのにこんな万能に使えていいって思っちゃう。そしたら次は右の角にナチュラルなスクエアテーブルを飾っていきます。このシャビーリメイクめっちゃ可愛いよね。このテーブルの上には文豪セットを飾ります。お勉強中みたいな雰囲気にしたかった。お勉強ゾーンっぽい感じを増すために木製サイドテーブルを隣に飾ります。本とかも飾ってある感じがそれっぽい雰囲気に見える気がします。そしたら次は木製スツールを飾ります。ちょっとブルー系の差し色が欲しいなと思ったのでリメイクをしたものを使ってみました。ギンガムチェックかわいい。そしたら次は白いシンプルマットの S を飾ります。ヘアクリでラグって本当に必須だなと思ってて、とりあえず置くものがなくて困ったらラグを敷いてみてください。そしてこの上には丸太のロングソファーを飾ります。白樺リメイクでクッションもあさみさんのデザインに変えています。わー、ソファーを置くだけで一気にお部屋っぽい感じになってきた気がする。ソファーの隣には丸太の飾り棚を配置していきます。テーブルではないんだけどサイドテーブル的なイメージで飾っています。この上にはガラスのキャンドルホルダーを飾って、飾り棚の隣がちょっと寂しいなと思ったのでフロアランプを配置していきます。おー、なんか一気にお部屋の一角って感じ出てきた。この辺りはもともとの動画と使ってる家具は一緒なんですけど、配置やバランスはかなり変えています。そしたら次は壁側のレイアウトに入っていきたいと思います。まずは勉強ゾーンの上側の壁にはスワッグを飾ります。ドライフラワーで壁にかけてあるだけで可愛いよね。そしたら次は左側のエリアにキーハンガーを飾っていきます。北欧風っぽい感じにしつつナチュラルさも出しつつっていう女の子っぽいお部屋になってきた気がする。そしたら次は向かって右側の壁にレイアウトをしていきます。ここに飾りたいなと思っているのはつまひろストローハットのホワイトです。なんかこれ壁にかけるだけで女の子のお部屋感ぐっと上がりますよね。かわいいな。そして最後にちょっと置き忘れてたんですけど、ダイヤル式電話のグリーンを飾ります。ソファーのクッションの色と合わせています。うん、こんな感じでいいかな。お家の右側のお部屋はこれで完成です。ぜひこのお部屋気になるよという方は元の動画も覗いてみてください。よし、じゃあ真ん中のお部屋に戻っていきたいと思います。そしたら次は左側のお部屋を作っていこうと思います。いやー、第2期といえばミッチェル君を探すために何度も何度も離島ガチャに行きました。
ちょっとね、その思い出をみんなとも振り返れるように離島ガチャの思い出の品を飾るお部屋にしたいと思います。まず床板は白いペイントフローリングを横向きに飾ります。白大好き人間。そして壁は白いホールの壁にします。なんか展示室っぽい感じにしようかなと思ってこれを選んでみました。普通に可愛いな。お部屋の真ん中にはクロス付きテーブルを飾ります。よくこのテーブルの上にたくさんの貢ぎ物を置いてお願いをしながら離島に行ってました。まずテーブルに飾るのはプレッツェルです。なんか名前がミッチェル、プレッツェルみたいな感じで似てて可愛いよね。次はキャロットスコーンを飾ります。このスコーン見てるだけで本当に美味しそう、食べたい。そしたら次は母の手作りケーキのキャロットケーキバージョンを飾ります。めちゃくちゃ可愛いよねこれ。でキャロットケーキも下に飾って、なんか切り分けた一かけらみたいな感じで配置をしてみました。この母のケーキとの組み合わせ方めっちゃ気に入っとって、ぜひみんなにも使ってほしいです。よく離島ガチャで着ていってたものといえば王子様シャツですね。もともとデザイン的に大好きなものでもあるんですけど、なんかお洋服のデザイン的にも洋風な感じがして、第2期のチョコレートにはかなりぴったりだなって思ったんですよね。よく着てるのはホワイトだけど他の色も可愛いです。場所を左右で調整して、うん、OK、 王子様シャツと組み合わせて着ていたものも飾ります。チェックの学生スカートです。配信でも何回かお話はしてるんですけど、やっぱり可愛いなんか制服っぽいコーデとかってちょっと憧れがあるんですよね。このチェックの学生スカートめちゃめちゃ可愛くないですか。王子様シャツとの相性も抜群なんですけど、普通の T シャツとか他のアイテムともめちゃくちゃ合わせやすいのでかなり重宝してます。場所を整えたら、うん、こんな感じで OK。 そしたら次は壁側にドライフラワーのガーランドを飾ります。ちょっと展示室っぽい感じ出てきたかな。次はちょっとお部屋が無音だと寂しいなと思ったので木製スツールを配置して、その上に木製のオルゴールを飾ります。オルゴールでよりミュージアム感を増そうという作戦です。そしたらまたまた壁のレイアウトに戻っていきます。王子様シャツやチェックの学生スカートと合わせて毎日かぶっていたものがカンカン帽ですね。もう今の髪型、ポンデリングの髪型にカンカン帽との相性がバッチリすぎて本当に毎日のようにかぶってました。色違いも反対側に飾っておきます。だいたい帽子はこのカンカン帽かベレー帽をかぶってることが多かったですね。よし、レイアウトもいい感じになってきたところでオルゴールを流したいと思います。何を流そうかなって迷ったんですけど、この時期ちょうどケケバッシュメントにハマってたので思い出の曲ケケバッシュメントにしました。うん、お部屋はだいぶいい感じになってきたんじゃないかな。そしたら最後に天井にはミルクガラスランプを飾っていきたいと思います。よし、これで離島ガチャミュージアムのお部屋完成。それでは元のお部屋に戻っていきたいと思います。はい、戻ってまいりました。それではいよいよお部屋作り最後の一部屋、突き当たり奥のお部屋に進んでいきたいと思います。はい、このお部屋を今からレイアウトしていきたいんですけれども、第2期の島を夢見更新することによってこれからは夢の中でも第1期のみんなと会えなくなってしまいます。ここは第1期のみんなとの思い出のお部屋にしたいなと思っています。まず壁は緑のペイントとの壁を選びます。そして床には何度も登場してくれている白いペイントフローリングを配置していきます。まず飾るのはジュン君のお庭に配置してあった白いグランドピアノです。あー、思い出すな。ジュン君の雰囲気にぴったりで本当に気に入ってました。そして隣に飾るのは木製チェストのブルーリメイクバージョンです。このアイテムはジャン君のお部屋にあったものになります。あつ森を始めた時からの本当に初期住民の子なので思い出深いです。次はグランドピアノの奥にキュートなフロアランプのホワイトを飾っていきます。もう見ただけでタコリーナちゃんって感じがする。本当にお家の中も可愛かったんですよね。続いて左側の奥には桜の枝を飾っていきます。このアイテムはジャスミンちゃんのお家の中にあったものになります。一緒に住むうちにジャスミンちゃんの可愛すぎるところに圧倒されて推しになりました。次はハムスターのカゴを選びます。これは桜島が寂しくないように私がプレゼントしたものになるんですけど、ずっとずっと大事に飾ってくれてました。
続いてナチュラルなガーデンテーブルのシャビーリメイクバージョンを飾っていきます。このアイテムはアザラクさんのお家にあったものになります。おしゃれで大人っぽい雰囲気がぴったりだなと思ってプレゼントしたんだよな。そしてこのテーブルの上にはアイスキャンディーを配置します。おやつ大好きなエテキチ君が毎日食べてました。その隣にはティーセットを飾っていきます。こちらはティーナちゃんのお家にあったティーセットです。ティーナちゃんのお家でのお茶会最高だろうな。続いてテーブルの裏側には座布団を配置していきます。もう桜島の名残がありすぎる。ちらっと見える場所に置いておこうかな。続いて積み木ブックシェルフを飾っていきます。こちらはグラハムさんのお家に飾ってあったものになります。なんか段ボール系の家具ばっかりで、もうちょっといい家具置いてほしいって思っていっぱい家具をプレゼントしてたの覚えてます。さあ続いて配置するのは古いミシンです。こちらはジュン君のお家にあったものになります。お部屋がおしゃれすぎて、初めてジュン君のお家に入った時に本当にびっくりしたの覚えてます。古いミシンはもともと好きだったアイテムなので嬉しかったな。続いて配置していくのは熊のナミちゃんです。こちらは 100% さんのお家に飾ってあったものになります。絵本とかドールハウスとか女の子っぽい家具を渡すと絶対飾ってくれる。あとお人形も飾ってくれてましたね。本当にそんなところが可愛すぎる。よし、みんなの家具はだいたい配置が進んできたので、あとは壁にレイアウトをしていきたいと思います。ティーナちゃんのお家にあった鳩時計を配置したら、うん、こんな感じでみんなとの思い出が詰まりまくった一部屋が完成しました。統一感とかはちょっと出すのが難しかったんですけど、なんとかこのお部屋でも暮らせそうな雰囲気は出てるんじゃないかなと思います。みんなに会いたくなったらこのお部屋に来てみんなのことを思い出したいなと思います。大駅のみんな本当にありがとう。ということでお家のヘアクリエイトはこれで完了になります。この後変えていきたいなというのが、私のパスポートの中身の確認と、実は今セナクマっていうもう一人の住民さんがいるので、そのセナクマさんの方の洋服を着替えたり、あとはパスポートの確認ですね。ここも進めていきたいなと思います。今私のパスポートを覗いてみるとこんな感じです。今回変えたいなと思ってるのは一言コメントのところ。せっかくみんなが会いに来てくれるから、もうちょっとオリジナリティある感じにしたいなと思って、せなかまビッグラブ、よし、これにしよっかな。うん、しっかりびっくりマークもつけて、よし、これでみんなに直接挨拶ができる。それでは続いてこのまませなくまさんの方の準備に入っていきたいと思います。まだめちゃめちゃ初期のお洋服のままだ。こっちのせなくまは少し目の色が明るくなってます。まずはお着替えから始めていきたいんですけど、第一期の島の雰囲気を残したいなと思って、髪型はポニーテールのままで、格好は私が一期を作っていた時によく着ていたお気に入りのコーディネートにしたいなと思っています。このアーガイルセーターめちゃめちゃお気に入りだったんですよね。よし、こんな感じでブラウン系のコーデが完成。安定のありがたい虫かごでのお着替えは最高です。姿を見るだけでなんとなく第一期の雰囲気も感じてもらえるんじゃないかなと思います。それでは続いてパスポートの中身も確認していきたいと思います。なんか写真が初期すぎる。ちょっと今新しく写真を撮ろうと思います。だいたいこの辺でいいかな。いい感じだよ。なんかリアクションしてほしいな。どうしよう、やーにしようかな。パシャ、オッケー。あ、いい感じに撮れたんじゃない。せなくまの方の写真はこれにしたいと思います。続いて一言コメントですね。こちらの方は第一期の夢見で訪問していただいた時にみんなに言っていた挨拶に戻したいなと思ってるので、来てくれてありがとうにしました。よし、こんな感じでいいかな。洋風な島にいてもちょっとでも第一期の感じを楽しんでもらえたらなって思ってます。さあ、島民代表が戻ってきました。今から島全体の最後の準備に入っていきたいと思います。まずは東京ゴールデントラートコレクションを作っていきたいと思います。通称 TGC ですね。あの時釣った糸、これです。じゃじゃーん。そしてゴールデントラートも、じゃじゃーん。ちちゃまるありがとう。さあ、全部飾ってみるとこんな感じ。これ何、せなくまさん何をやってんのって思われた方ごめんなさい。
は夏に最長24時間の耐久配信を行ったんですけど、伊藤を釣るまで終われないっていうルールで始めて、その時に生まれたエリアになります。ぜひ記念に見に来てもらえると嬉しいです。さあ続いてやっていくのは、島の中に3体埴輪を隠しておきたいなと思ってます。これから先は私が埴輪を設置しに行く映像になるので、まだ夢見行ってない、自分で夢見で探してみたいっていう方はネタバレになっちゃうので注意してください。まず一つ目に飾るのはチャック君のお家の下、ここにシャーン埴輪を設置していきたいと思います。過去の畑を作った島くり動画で出てきてくれた埴輪さんですね。結構わかりやすい場所にあるので難易度は星1です。それでは続いて2つ目の埴輪を隠しに行きたいと思います。博物館左側の階段下にパタパタ埴輪を設置します。ここはどうでしょう、正面からだと見えやすい位置にあるんですけど、さーっとこう走りがちな場所だと思うので難易度は星2です。続いて3つ目の埴輪を設置しに行きたいと思います。場所はビーチリゾートです。ここは普段住んでいる私でもなかなか来ることがない場所にしてみたので、結構難しかったんじゃないかなと思います。右奥の灯台の裏側ですね、ここにピープー埴輪を飾りました。いやなかなかね、この奥まで来てくださる方は少ないんじゃないかなと思うので、難しさは星3です。見つけてくださった方本当にすごい、ありがとうございます。さて埴輪を飾り終わったので、最後はみんなが遊びに来てくれた時に島で使えるようにお土産を置いていきたいと思います。よし、こんな感じで全部お土産を置き終わったんだけど、やばい、こんなに数あって大丈夫かな。みんなたくさん遊んでもらえたら嬉しいです。はい、ということでいろいろありましたが、こんな感じで夢見更新準備は完了です。いくつか隠し要素もあったので、もしまだ夢見に来てないですとか、夢見行ったけど気づかなかったって方は遊びに来てみてください。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。これからも第2期のチョコレートをどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Not me, oh, not me, oh, quick, 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 quick. Oh, not me, oh, not me, oh.